は、いつもご視聴ありがとうございます。まだ体調悪いんですけどね、鼻いっぱい咲いてるのもね、ちょっと鼻かいますね。じゃあ今日はこちらに向かいます。奈良医療センターの桜もほとんど来てますけど、これは残ってる、八重だから残ってます。落ちて、これ驚いたのは花が花ごと落ちているからです。ひらひらとも落ちてるんですけど、こういうふうに花ごとボトって落ちているのも結構ありますね。そしてこれほら、二つずつ二つずつのペアになってるのが多いんですよ。で、花自体はこれぐらいの大きさなので、まあ、八重にしては普通の大きさかなっていう感じがしますね。そして、この幹ですよね。こういう感じ。ツルツルしてて気持ちのいい幹ですね。お花のイメージとしてはこんな感じですね。この辺こういうほらこう、ここをその一本松じゃないわ、針から降りてきたところなんですけど、芝桜も綺麗ですよね。この桜、私がこう知ってる限りここの桜が一番大きいです。一本松のところの桜も大きかったんですけど、この桜の方が大きいです。こんな感じね、見事でしょ。去年か一昨年この幹切られてたんで大丈夫かなって心配したんですけど、健在です。こちらは針から降りてきたところにある桜です。見事なボタン桜ですね。最高です。いつも気がつかなかったんですけど、ここにもこんな桜あります。結構大きいです。この桜大きい、似てる。どれぐらいの大きさだろう。
ついてるみたいな感じ。ちょっと上まで登れないね。桜があまりに綺麗なぞずて、お家の方に言わせていただいたら写していいと言ってくださいました。観山かな。ここの桜も見事そうなのでちょっと立ち寄ります。うわ、向こうがすごい。あ、でも寒山かな。向こうがすごい。向こうがしだれになってるし、でもこれしだれだね。うん、でもそんなに大きくもない。
こっからここ、この、ここのところに桜が一つ、こっちにも桜がもう一つあります。場所的にはこういう感じで。Get to hear me now.